幕府陸軍は幕末に江戸幕府が整備した陸上戦闘を任務とした西洋式軍備の陸軍である。文久2年幕府の軍政改革で対外防衛と国内体制維持を目的として創設された。長州政党や天狗党の乱などで実戦を経験し、体制奉還により幕府が消滅した後も所属部隊の多くが母親戦争で戦闘を続けた。 幕府陸軍に対して海上任務を想定した幕府海軍も存在しており、これらをまとめて幕府軍と呼称する場合が多い。フランスの軍服を身につけた徳川義信1867年頃、江戸幕府は直轄の軍事力としては旗本や御家人からなる戦国時代以来の体制を続けてきた。これらの旗本などにより呼称組。 大番などの伝統的な軍事組織を構成していたが、長期の平和の中で貴族化し、境外化が進んでいた。アヘン戦争の情報などから次第に、危機感を覚えた幕府は、高島周藩や江川英流、死も、曽根新圧氏らを法術師範などに登用して、西洋式軍備の研究を開始した。黒船来航後の安政元年には、老中の安倍正宏による安政の改革で、 軍政改正係が置かれた。軍政改正係の検討で、旗本、御家人の指定を対象とした武芸訓練機関である工部場の設置が決まった。安政3年4月に開場された工部所では、古来の剣術や日本式鉄砲術、大筒術などだけでなく、西洋式の砲術や戦術学の研究も行われた。また工部所には、共同部隊とも言うべき、 一定の実戦力も期待され、後に、奥詰めと呼ばれる将軍の警護要員も整備された。さらに公部署の設置と前後して、安政2年9月には勝ち組、安政3年1月には小10人組に対して、法術師範の江川秀俊への入門が義務付けされ、様式重宝の訓練が始められた。この勝ち組等への訓練は、公部署設置後には、 その中の砲術修練所へと移って続けられた。安政5年には、深川越中島に、渋滞長練所が建設された。しかし、安倍の死後に、良い直助が、大老に就任すると、西洋式軍備の導入は停滞してしまった。フランス式日本軍不評部隊の訓練風景と、題された写真。幕府不評の長練風景桜田門外の変で、直助が暗殺された後の文久2年に、 文級の改革の一環として、本格的な西洋式軍隊である陸軍の創設がされた。陸軍武行を長として、その下に、不評武行三人と、騎兵武行を置き、不評、騎兵、方兵の三兵編成を導入した。ただし、こうして誕生した陸軍はあくまで従来の軍政と、並立する組織であった。不評は、王隊など、うち不評隊は、 旗たから六高に応じて教室させた、兵夫と称する人員から構成され、同年12月には、幕府は大量に必要になる、兵員確保のため、旗元に対して、兵符令を布告した。兵符令の内容は、500国以下の旗元は、勤能、500国以上の旗元に対して、課された軍役の人員を半数とする代わりに、兵夫を事業地から教室するものとされ、兵夫は、 死亡500国で1人、1000国で3人、3000国で10人の自民の教室を割り当てられたが、当面はこの半数で良いとされた。兵夫の年齢は17歳から45歳までとされ、年期は5年、身分は最下層ながら、武士に準ずるものとされ、脇差しの縦脇を許された。なお入英後の功績次第では、正式に幕臣に登用されるものとされた。不評体の兵夫は、 江戸城西の丸下、大手前、小川町、三番町に設けられた屯所に入営し、装備、衣服、領食などは、幕府が負担し、給与だけは書く、旗本が個別に支給する方式が取られ、給金は、年10両が限度とされたが、人権非行等や、通貨傍聴などのため、実際は、年15両もしくは、それ以上の給金が支払われた。その後の源氏元年7月までに、 関東諸国から1万人ほどが徴収された。他方の殺兵隊は、おまみ以下の小不請組などのご家人から構成され、慶応2年までは、おもち小筒組と称した。騎兵は、よりきや旗本であるおまみ以上の小不請組から、方兵は、同心から編成された。各部隊の士官は、旗本やその指定を当てることとした。この取り組みにより編成された陸軍は、 天狗島の乱や長州政党へ実戦投入された。天狗島の乱では実戦経験の不足のために奇襲攻撃を受けたりして翻堂された。第二次長州政党では、芸州口と小倉口に配置され、芸州口の部隊は前線市長州勢を押し返したものの、小倉口の部隊は、小倉藩軍の苦戦を強襲傍観するのみでなすところがなく、戦力を発揮することはなかった。 1866年、日本への出発前のフランス軍事顧問団。中央が、団長のシャルル・シャノワーヌ。前列右から2番目が、ジューロブ・リュネ。西洋式軍装に身を包んだ、幕府軍不評。第二次長州政党の敗戦後、慶応2年8月以降、15代将軍、徳川義信による、いわゆる、慶応の改革の下で再び大規模な、軍政改革が行われた。 幕府中枢への総裁制度導入により陸軍局が設置され、従来の陸軍組織の上に乗る形で、老中核の陸軍総裁が置かれた。そして、幕府直轄の軍事組織の一元化が進められ、大番などの旧来型組織は、解体内し縮小されて、余剰自民の内優秀なものが親衛隊的な、正確の奥詰め渋滞や遊撃隊などとして陸軍へと編入された。 公部署も陸軍に編入され、研究機関である陸軍署となった。すでに一定の様式化が進んでいた八王子専人同心も編入され、八王子専人隊と解消されている。組織の拡大に合わせて、陸軍奉行の若年寄格への昇格、不評奉行並みや、殺兵奉行並みの設置など、指揮系統も整備された。築造兵と称した、公兵隊、天領の農民で組織した。 五両兵の編成もされた。また、シャルル・シャノワーヌ・タイイラ・フランス軍事顧問団による直接指導も導入され、その訓練を受ける練習隊が新規に編成されることとなった。兵員調達の方法も改正され、従来の兵夫による不評隊のほか、旗元に六高ごとに渋滞を整備させて、数カ分を組み合わせて、小隊や大隊級の渋滞を編成する。 組合渋滞の制度も施行された。組合渋滞用の兵員は、不評体とは異なり、兵時は各旗本の屋敷に待機することとされていた。しかし、翌慶応3年1月に、兵府については、勤労を持って変え、その資金で幕府が直接に雇用する形態となった。このようにして、次第に人用が整い、慶応3年9月初めの段階で、合計48大隊。 総員2万4千人の規模を誇るまでになった。さらに9月に、組合渋滞についても、幕府の財政事情や、重卒の給金が、雇い主の旗本によってまちまちであり、厚生人員が、旗本の不代の家臣、旗本智之出身者、口入れ屋を通じ雇ったなど方向人が入り混じり、著しく部隊の均一性を欠く等のことから、勤労による、不評体へと変更され、 旗本の軍役は勤労のみとなり、各旗本は、高素の半額を拒出することとされた結果、組合渋滞は廃止された。各、旗本が重卒を解雇したため、不評体へ雇用された一部を除く5000人もの、解雇者が発生、解雇された、重卒が集団でたむろするなど、大きな社会問題になった。しかしその後、王政復古など社会情勢の変化により、増員に迫られ、 相当数の人員が再雇用されたものと推定される。最終時点で、幕府陸軍は、不評隊八個連隊と伝習不評隊四個大隊を、中核に、日本最大の西洋式軍事組織となっていた。大政奉還後に、蕎不伏見の戦いが発生した。この戦闘には、不評隊や伝習隊など多数が動員されたが敗北。戦後一部は、 明治新政府に基準したが、練習隊などは、舞台規模で脱走し、母親戦争では、各地で戦闘を繰り広げ、箱館て戦争まで戦った。フランス顧問団による、訓練風形成様式軍装に身を包んだ、幕府軍幕府陸軍当初は、オランダ陸軍の総天類の翻訳による教育が、中心だった。例えば、初期のゲベール銃装備の不評隊については、1857年式の、 オランダ陸軍不評蒼天を翻訳した保軍奏法が教科書として使用され、その後のミニエージュへの装備更新に合わせて1861年式オランダ陸軍不評蒼天が甲板不評連法として陸軍書により翻訳されている。海軍練習に訪れたオランダ海軍の教師団のうちの海兵隊員らから不評戦闘や軍学隊の指導を受けたこともあった。ついで、 1864年には一部で、イギリス式の教育も導入された。横浜中流のイギリス軍から、神奈川奉行所のカバンなどが指導を受け、合同演習も行った。神奈川奉行所からは、久保田沈賞や小屋作材門のように後に、幕府陸軍の不評大使館となった者も,も多かった。兵士であるカバンも不評体に改変されて、箱立の警備部隊として配置されるなどした。最終的に、 フランス軍事顧問団による教育が行われることになり、1866年に練習隊の翌年にシャノワーヌ隊一家が着任し、はじめは横浜の大田陣屋で数ヶ月後に江戸へ移って練習が開始された。6月には14歳から19歳の旗本指定志願者を対象に士官教育も開始されている。フランス人教官の不足から練習隊の一部は 日本人教官による指導を受けていた。教科書としては、フランス陸軍の1863年式不評装点などが翻訳されている。江戸幕府では、陸軍書にて次のような軍事書籍を翻訳、または刊行して、様式軍備の導入に努めた。幕府のフランス式騎兵不評隊については、1小隊は40人、3小隊で1中隊、5中隊で1大隊とし 二個大体からなる連帯が最大の編成単位であった。それ以外の伝習体や殺兵隊などの多くは大体を最大単位とした。三個小隊からなる中隊編成が用いられることもあった。方兵については座という単位が用いられていた。現時元年後半頃には出入りもあるが、およそ次のような交換スタッフで構成されていた。ただし、下級士官は圧倒的に不足しており、 幕府解体までに確認できる実数は、不評さしず役頭取の定数80人に対して44人。不評さしず役に至っては、定数の96人に対して4人に過ぎず、現場式には不安が付きまとった。詳細は、幕府陸軍の将校を参照輸入装備やフランス政府からの寄贈品のほか、関口製造所などで国内製造された兵器も使用されていた。ありがとうございます。